こんにちは。ベルニナジャパンウェビナーへようこそ。ベルニナミシンの基礎的な使い方についてご紹介している今回のシリーズですが、今日は皆さんもきっと使う機会が多いと思います。ボタンホールについて説明していきたいと思います。今回使っているこのミシン 350SE は自動ボタンホールの機能がついていますから、このようなセンサーと布ガイドがついた押さえが標準装備されています。自動ボタンホール機能は同じサイズのボタンホールをいくつも縫うことができるから、シャツを作るときにとっても役に立ちますよ。それでは縫っていきましょう。では始めましょう。まず用意したボタンの大きさに合わせて押さえの左側についている赤い目盛りを動かします。今回用意したボタンは14ミリの大きさなので、これに厚みを考慮して16ミリに目盛りを合わせます。目盛りを合わせたら押さえをミシンに取り付けます。ボタンホールのステッチ10番を選択します。0というボタンが10番になっています。そしてこれがワンポイントなんですが、このように角のあるボビンケースを使用するミシンの場合、ボタンホールを縫うときには角の先端部分に開いている穴に糸を通します。なぜだと思いますか？ボタンホールを縫うときだけこの穴に下糸を通すことにより、下糸のテンションが強くなり、上糸が下糸に引っ張られ、サテン縫いの部分が丸く仕上がり、きれいなボタンホールになるんですよ。さあ、角の穴に糸を通した状態でボビンケースをセットします。生地をセットします。この状態で手元スタートボタンを1回押します。針が先ほど合わせた目盛りの位置まで進んできたら一旦止めます。返し縫いボタンを1回押します。再度手元スタートボタンでスタートさせます。このままミシンが止まるまで待ちましょう。はい、できましたね。さあ、この穴にボタンが通るか穴を開けてみましょう。大きく穴を開けすぎてしまわないように、片方を待ち針で留めておきます。リッパーでそっと穴を開けていきます。穴が開いたらボタンを通してみましょう。はい、
無事にボタンが通りました。ボタンホールの完成ですね。皆さん、今回のウェビナーいかがでしたか？ボタンホールはソーイングに欠かせないテクニックです。マスターできると作品の幅がぐんと広がって楽しくなりますよ。このウェビナーを何度でも見て、ぜひマスターしてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。ごきげんよう。Bernina, made to create.